新ポイントからの映像に切り替え可能なようです。データ収集が完了したようです。ゴジラ第3区画に到達。スーパー X 到着しました。ジェネレーター一気破壊されました。ゴジラの猛攻止まりません。ジェネレーターを破壊。このままでは当エリアのジェネレーターは全て破壊されてしまうかもしれません。ゴジラにより緊急停止シーケンスが妨げられました。スーパー X2 到着しました。第2部隊攻撃を開始してください。スーパー X3 出撃。到着しました。スーパー X ゴジラの攻撃を受け損傷。スーパー X2 ゴジラの攻撃を受け損傷。機能低下。戦況芳しくありません。スーパー X2 大破。ゴジラの攻撃を受け損傷。スーパー X 大破。第三部隊攻撃を開始してください。なんてやつだ。スーパー X3 機能低下。戦況芳しくありません。
か。ゴジラの生存を確認。我が部隊は壊滅。人類に勝ち目はない。そう言いたいの、ゴジラ。ゴジラのデータ、これだけ揃っていれば。ここは危険だな。ジェネレーター2機破壊されました。予想を上回る速さでジェネレーターを破壊。このままでは当エリアのジェネレーターは全て破壊されてしまうかもしれません。 5.5 ゴジラの攻撃を受け損傷。 5.5 機能低下。戦況芳しくありません。データ収集ポイントに入りました。ゴジラ第5区画に到達。データの収集によりスーパーメカゴジラ到着しました。スーパー X 30秒後に到達します。収集が完了したようです。第2部隊攻撃を開始してください。スーパーメカゴジラゴジラの攻撃を受け損傷。スーパー X 到着しました。第3部隊攻撃を開始してください。
スーパーメカゴジラ大破。ゴジラはなおも健在。スーパー X 機能低下。戦況芳しくありません。スーパー X 大破。我が国に残された最後のジェネレーターが破壊されました。我々人類の文明が60年後退した瞬間ね。地球からすればゴジラによって浄化された瞬間かもしれませんね。耳の痛いこと。ゴジラもこれ以上の G エナジーを感じ取れないのでしょうか。海を目指し移動開始しています。人類が同じ過ちを繰り返すその日まで何年でも眠り続けるというの。もう起こしたくはないものです。